サンペドロデラ・ロカ城は、サンティアーゴ・デ・クーバの沿岸部にある城塞である。市の中心部からは、約10キロメートルに位置し、湾を見渡している。サンペドロデラ・ロカ城は、ミラノの軍事技師の家に生まれた序盤、バッティスターント・ネッリによって、1637年に設計された。都市には、1590年から1610年に建造されていたより、 小さな要塞が存在していたが、都市の総督であった、ペドロデラ、ロカイ・ボルハは、襲い来る海賊への防衛施設として新たに依頼したのである。アントネリリの設計は、湾の中で伸びる、岬の切り立った崖の上に城塞を建てるという条件に順応したもので、一続きの弾丘の上に建てられた。城塞は、主に4層構造で、 大砲を備えた三つの城壁に守られていた。必需品は、回路で運び込まれ、岩を直接切り出した大きな倉庫に収蔵されるか、シタデルがあった最上層に搬入された。シタデルの建設は1638年から始めて42年を要したが、最終的な工事は断続的に続けられて1700年に完成した。アントネルは、 シタデルの大規模な建設工事が開始されてから間もなくにあたる1645年に呼び戻されたが彼の他の作品は2つの城塞でも見ることができる。より早期の要塞の構造物の中には後の主要建築物に取り込まれたものもある。城塞からの湾の眺め海賊の襲撃の恐怖は十分に根拠のあることだった。1662年には 城塞はまだ建設中だったが、イギリスの海賊が襲来し、2週間にわたり、サンティアゴデ・クーバを制圧した。その時には、城塞も壊され、大砲も奪われた。彼らが去った後、スペイン政府は、損壊箇所の再建と中東にする兵の数を300人に引き上げた。1663年から1669年には、儀主であったフアンシスイバニエス。 フアンシスから、ラミレス、フランシスコペレスが、損壊箇所の修復を行い、さらに側面の補強や、砲台の新設といった城塞の改良も行った。この回もあってか、1678年には、フランスの召喚隊の攻撃をしのぎ、1680年には、アンティル諸島のフィリバスターの副指揮官フランケスマに、引きられた800人の攻撃も撃退した。しかし、 1675年から1692年の間に相次いだ地震によって城塞は被害を受けており、1693年から1695年にかけてフランシスコペレスの指揮下で修復工事が行われた。1738年から1740年にはギッシアントニオ・デ・アレドイドの指揮下でさらなる工事が行われ、 シタデルの拡大や未完に終わっていた砲台の完成などが達成された。この工事には、フアン・マルティン・セルメニオとフランシスコ・カルデリンも携わった。カルデリンらは1757年から1766年の地震で、再び損壊した後に、建造物群の最終的な変更を手がけている。 1775年頃までには攻撃される恐れは減退したため、要塞は軍事拠点として利用され続けつつも、ロカとエストレリアと呼ばれていた肉核は政治犯収容用の監獄に転用された。しかし、米政戦争でスペイン海軍のパスクアル・セルベラ提督が本国艦隊を率いてサンティアゴデ・クーバに来航するとアメリカ合衆国の艦隊取り組むによる 要塞攻撃が始まり、再び全体が城塞として使われた。20世紀になると城塞は朽ちていったが、1960年代にフランシスコ・プラート・プイグによって修復された。1997年には、この城塞は、スペイン帝国がアメリカ州で築いた軍事建築物の中で最も状態が良く完全な形で残っているものとして、 ユネスコの世界遺産リストに登録された。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。